デニス・ホールトン、デニス・ショーン・ホールトン・ジュニア、デニス・ショーン・ DJ、ホールトン・ジュニア、1979年8月12日体は、アメリカ合衆国カリフォルニア州フラートン出身の元プロ野球選手、投手、右投げ右打ちの MLB ドラフト55巡目で、シアトル・マリナーズに指名されるが、契約せず、パシフィック大学に進学。 在学中の5月11日、対カリフォルニア大学リバーサイド高専で、ノーヒットのオーランを達成した。同年の MLB ドラフト11巡目で、ヒューストンアストロズに指名され、6月9日に契約した。までは 1A、カラは 2A で過ごした後に、12月13日のルール後、ドラフトで、ロサンゼルスドジャースに指名で、移籍した。は、初のメジャーを果たし、 35試合当番、19試合先発、で6勝9敗、防御率5.16という成績を残した。オフに、GM のポールデポデスタ、監督のジムトレーシーが解任され、首脳陣が一新されたメジャーに昇格できず、3A でも9勝11敗、防御率5.60と不審だった。はシーズン前半を三 a で過ごしたが、七月にメジャーに昇格、試合に、 リリーフ当板して0勝2敗、防御率4.18だった。シーズン終了後、福岡ソフトバンクホークスが、緊急補強リストの筆頭候補に挙げ、ドジャースからソフトバンクへ契約が譲渡された。はキャンプ中の故障で出遅れるも、4月11日の対埼玉西武ライオンズ戦で中継ぎとして初登板を果たすと、三者連続三振で切り抜けた。その後、 小倉信介、久米け、樹とともに、リリーフ陣の一角として活躍するが、やがて打ち込まれる試合が増えていき、一度は二軍に降格。後半戦から先発に配置転換されると、安定した投球で、北京五輪によって離脱した、和田岳、杉内俊也の穴を埋める、救世主的存在に成長した。しかし、徐々に、対戦相手に研究されたことで打ち込まれたり、 高等しても、打線の援護がなく、勝ち星が伸び悩んだ。は、開幕から、先発ローテーションに入り、杉内と並んで左右の両輪として活躍。9月5日の対西部戦で10勝目を挙げた。この年は、リーグ優勝を果たした、北海道日本ハムファイターズ戦に強く、6試合の、当番で4勝を挙げた。5月19日の対阪神タイガース戦。 福岡ヤフージャパンドームで右足を痛め、21日に登録抹消された。7月19日の大西部戦で勝利を挙げたが、9月1日に再び抹消された。10月16日のクライマックスシリーズファイナルステージ第3戦、対ロッテ戦で高騰して勝利を挙げたが、同年オフに球団から大幅減俸を提示され、残留交渉が難航したことにより、 ホリウ選手名簿から外れ、12月2日に自由、契約選手として公示された。その後も交渉が続けられた結果、ホールトンが原稿を受け入れて残留することが決まった。1月14日に再契約は、開幕から安定した投球を見せ、4月20日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦、北九州市民球場でシーズン初勝利。 4月27日の対日本ハム戦では、自身初の完封勝利を挙げたほか、武田勝の対ソフトバンク戦の連勝を6で止めた。7月12日の対楽天戦で2年ぶりとなる10勝目を挙げた。9月13日の対西部戦、ヤフードームで15勝目を記録。最終的に19勝を挙げ、田中正宏と並び最高値のタイトルを獲得した。この年に行われた、 クライマックスシリーズファイナルステージ対西部はホールトンが先発登板する前に3連勝1勝のアバンテージを含む4勝0敗したことにより登板機会がなかった11月16日日本シリーズ第4戦に先発し5回を投げて勝利投手となったシーズンオフには2010年オフと同様に残留交渉が難航し 保留戦士名簿から外れ自由契約となった。同年12月16日、読売ジャイアンツと2年総額500万ドルでの契約合意が発表された。背番号はソフトバンク時代と同じ54。8月11日の東京ヤクルトスワローズ戦で2011年6月15日のオリックスのアルフレッド・フィガロ以来、自身初アンドこの年中に球団初の投手で、 ソロホームランを放った。シーズン序盤は勝ち負けを交互に繰り返す、等不安定であったが、交流戦を境に調子を取り戻し、7月8日の阪神戦、東京ドームから9月8日のヤクルト戦、神宮まで6連勝を記録。最終的には12勝8敗、防御率2.45と、セリーグでも十分な結果を残した。また、 交流戦優勝決定戦となった6月16日の大楽天戦、ケースタ宮城でも勝利投手となった。ナイトゲームでは6勝7敗、防御率3.54とやや打ち込まれたものの、デーゲームには滅亡強く6勝1敗、防御率0.84と抜群の相性を誇った。もう開幕ローテーション入り、4月5日の中日ドラゴンズ戦、 東京ドームで移籍5発関東勝利を挙げるも、前年同様序盤は、調子が上がらず、勝ち負けを繰り返す当番が続く。そのため中盤に一度2軍に降格し、2軍で調整する日々が続いた。1軍復帰後は8月下旬から10月上旬にかけて5連勝し、最終的には9勝4敗と3年連続の2桁勝利は、逃したものの、リーグ優勝に貢献。しかし、 その後、読売ジャイアンツは11月30日対談を発表した。1月2日、韓国プロ野球、キアタイガースと契約。同年のキアの開幕投手も務め5勝を挙げたが、内容が徐々に悪化したため7月24日、ウェーバー工事され対談した。その後、現役を引退した。12月28日、NPB のオリックスバファローズが、 ホールドーンを中米スカウトとして採用すると発表した。1月1日付で着任し、アメリカ西海岸を中心に担当する。非常に手のひらが大きく、30センチメートルを超える。来日以降、箸の使い方に戸惑っていると語っている。東京スポーツの手記で、福岡もホークスも大好きだと語っている。小さい頃からのディズニーの大ファンで、学生時代は、 ディズニーランドの清掃員のアルバイトをしていたことがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。